こんにちは、ヨガ講師のタカです。つい先日、僕の友達のインド先生術鑑定士マハビルに今年の後半の星回りの影響についていろいろ詳しくお話を聞いてきました。で、その時に僕はマハビルに日本で災害が起きやすい時期はないかどうか聞いてみたところ、もう即答でした。何月とはっきりと言われました。そしてその時にどんな災害が起きるのか、そしてその理由、インド占星術的な理由についてもお話をしてくれましたので、まずはね、その時の様子をご覧ください。どうぞ。災害が特に起きそうな時期とかって分かる？日本に9月も起きると思うし、9月、うん、9月が一番起きる。残りのこれから先だと9月が一番要注意、うんうん、やっぱり何、魚座にちょっとずつ近づいていくことと、そのラホがちょっとずつ後ろに、魚座から水が水に抜くときの10区の時、もうそっか。土星が何？9月に魚座に近づいてくる。もっと近づいてくるし、もう近づいていく途中だから。9月からもよりだんだん魚座に近づいていくから。そうです。セラフも近づいてくるから。ラフも魚座から水が水に抜くところだから。9月は特にやっぱ注意した方がいい。そうです。やっぱりあるの？水に関係することが。水の関係することがあるから。で、日本が水の周りの国だから。やっぱり台風とか大雨とか、それ可能性が洪水とかは、うん、ある。いつも以上にちょっと気をつけた方がいいっていう。なるほどね。ラフがね、水の星座に、前にも言ったけど、いろいろ問題が起きるときは、星が、結構水の星座にあることが多いんですよ。特にその我、京星、土星もそうだし、ラフもそうだし、火星もそうだし、今ラフは？今ラフが水の星座の、大座にいるんです。ああ、そうなんだ。なるほど。ラフが水の星座入ってると良くないことが起きる。ラフだけじゃなくて土星もそうだし火星もそうだし。その強星が水の星座入ってるとあんまり良くないんだ。なんで？水の星座はもうスピリチュアルな星座でもあるので、だからそこに水の星座の、4質といったら水の星座のカニ座がなるの。カニ座。8質といったらサソリ座になるの。で、12室って言ったら魚になるの。全部カニ座も、カニもサソリも魚も足がないじゃないですか。で、水の中の動物じゃないですか。人間は結果的に水の中に沈むという意味もあるじゃないですか。なるほど。そういう意味があるんだ。そういう意味もあるの。それぞれカニ座とかサソリ座とか魚座とか、もともとカニ座といったら、その感情的な星座、サソリ座といったら逆に反対で感情がない星座。人間が完璧にさ死ぬ時はさ感情何もないじゃないですか。で、魚座といったら、スピリチュアルな星座、分かれている、2つ魚がそこにあるということは、1つは地獄、1つは天国。地獄と天国を表したの？いうな表し方なんですよ。十二室魚座の意味的に、いいことした人は天国に行くし、悪いこと言った人は地獄に行くし、そういうふうな合図なんですよね。それ違う意味などうしてなるかといったら、まず水の星座という意味もあるし、スピリチュアルな星座という意味もあるし、世の中の人間の感情的、感情終わった、感情終わって、どっちか一つ選択、地獄か天国か。地獄に行ったらまた生まれ変わりあるし、天国に行ったら生まれ変わりないし。でも世の中に生きてる間で人間がどうして人口が増えるかといったら、この世界を常に回らなきゃならないんだよね。常に回らなきゃならないということは、人間が生きてる間で必ず、全ていいことがするかといったらそうでもないし、そうでもないということは、天国に行く人、要するに下脱なる人たちが少ないじゃないですか。また生まれ変わるどこかであるし、まだまだこの世の中継続するし、ブツブツにならないし、何千年からまた次もあるし、星がそのままあるんですよ。人間が変わるだけですよ。でもいろいろ問題が今年あっても、土星がまだまだ、強い位置にいるから、自分の星座にいるから、だからものすごくパンダミックなことはまずない。ものすごく大きい、一気にさ何千年死んだか、そういうこともないんで、地震とか災害みたいな、その大きな地震とか大きな災害もないと。そんなにないし、あってもそんなにものすごく災害がないんですよ。それは土星がいい位置にいるから。土星が自分の星座にいる。
実際その水亀座というのは本当に静かな星座、だから本当に平和の星座だから本当に知恵の星座だから、じゃあさ、もし魚座にそのうち入るわけじゃない、魚座に入ってからいろいろ大変なことが起きました。その通りです。ああそう、じゃあ今の水亀座にいるうちはそんなに大きな変化は起きない？ないです。ああそう、じゃあ今年はなんかそんなにいろんなことが起きるような感じではないんだろう、ね、大きいそんなにないと思います。ないんだ。ただ、その内戦だとか混乱だとか、選挙でどのくらい悪いこととか、ね、そういうふうなことを継続すると思うんだけど、だから出て大きい、例えば第三の世界大戦とかはならないと思う。それは土星が次の部屋に行ってからそう、それは来年の3月以降は6月7月8月はそういう可能性がある、ね、そうなんだ。そう、自然の破壊も含めてそういうふうな大きいことも含めて、そう、可能性が十分高まるんですよ。これまでのマービルのお話をまとめると、今人類は僕たちのカルマを解消し浄化する目的を持った2つの惑星、つまり僕たちに試練をもたらす役割を持った2つの惑星、土星とラーフが約11年ぶりに近づきつつあるんです。でこれによって人類や僕たちのカルマが解消され浄化されるような出来事が起きやすいんです。つまり人類や僕たちにとっては試練となるような、困難となるような大変なことが起きやすい時期なんです。そしてそのピークは来年の3月から5月です。でなぜかというと、その3月から5月はこの土星とラーフが同じ魚座の中に入るコンジャンクションするからなんです。この土星とラーフが今徐々に近づきつつあります。でまだ少し距離があるのでそれほど強い影響は出ていないんですけども、これから先9月ぐらいになるとかなり近づいてくるので影響が強くなってくるんです。そしてさらに今ラーフが水の星座の一つである魚座の中に入っています。でこの水の星座の中に試練をもたらすような良くない惑星、強星、強星が入っていると良くないことが起きやすく、特に水害が起きやすいんです。で今そんな強星、強星の一つであるラーフが水の星座、魚座の中に入っていて、そして9月ぐらいになってくると土星がねかなり近づいてくるんです。なので9月日本、水の災害、水害に要注意とのことなんです。なぜ僕たちに試練をもたらすような強星が水の星座の中に入ると良くないことが起きやすいのでしょうか。それは水の中で沈められるからです。例えばね、自分がね水の中にこう沈められた時のことを考えてみてください。うわー、苦しい、もがき苦しむわけじゃないですか。その時のうわーってなんとかこう死にたくないっていう強いエネルギー、これめちゃめちゃエネルギー強くなりますよね。それと同じです。だから強制が水の星座の中に沈められるとうわーっとこうもがき苦しみ、そのパワーをこううわーって強く発揮するからなんですよ。で古代からの伝統的なヨガの教えに基づくインド占星術は少なくとも5000年の歴史があるんですよ。そしてね、学術的には少なくとも3500年前にはそのインド占星術で鑑定した記録がちゃんとね文書として残っているんです。つまりですよ、インド占星術で鑑定した記録のデータは少なくとも3500年前から現在までその膨大な量が蓄積されていて、これがね分析されているんですよ。なのでね、ある意味インド占星術というのははっきり言ったらね、その膨大な量の記録の統計学でもあるんです。そんな少なくとも3500年前からの膨大な占星術の記録を分析しているインド占星術によると、強星が水の星座の中にあるときに水の災害が起きやすいようなんです。で強星というのは土星、ラーフ、ケートゥ、火星、この4つです。そしてインド占星術では12個の星座は地、水、火、風の4つのエレメントに分類されます。
で水の星座は蟹座、サソリ座、魚座の3つです。で実際に水の星座の中に共星が入っている時に起きた水害について調べてみるとこんな結果が出ました。まず2004年12月26日インドネシアスマトラ島沖大規模地震による津波で死者及び行方不明者数30万人以上です。これはね大変な被害でしたよ。これテレビでも放送されていたので記憶に残っている方も多いんじゃないでしょうか。この時は蟹座に土星が入っていてサソリ座に火星が入っていました。次2011年タイでメコン川周辺などで7月から3ヶ月以上も洪水が発生しました。もう記録的な洪水でした。446人が死亡し230万人以上が影響を受けました。この時はサソリ座にラーフが入っていてカニ座に火星が入っていました。最後に2015年11月初めインドチェンナイで大雨が続きやっぱりこれも記録的な洪水が起きました。で国際空港も閉鎖されました。死者は300人以上に上り経済的な被害も甚大でした。でこの時はサソリ座に土星、魚座にケートゥが入っていました。こうやって見てみると水の星座の中に同時に共星が2つ入っている時にはもう甚大な記録的な水害が起きやすいようです。でこれ計算してみたんですよ。水の星座の中に同時に2つの共星が入っている時に先ほどの3つの記録的な甚大な水害が起きる確率なんと 0.94%、 1% 未満ですからね。これはね僕はね本当にねこれ偶然じゃないんじゃないのかな。やっぱりこの惑星の力が働いているんじゃないのかなと思いました。今共星の一つであるラーフが水の星座魚座の中に入っています。そしてもう一つの共星土星がその魚座にだん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 近づいていっているんです。なのでこれがもっと近づく9月ぐらいからもしかすると水の災害がね少しずつ増えるかもしれません。ただまだその土星が自分の部屋居心地のいい部屋水亀座の中にいる年内はそんなにね何千人も亡くなるような大きな災害は起きないということでした。ただねこの土星は来年の3月から水の星座である魚座の中にラーフと一緒にこう重なるんです入るんですよ。これもしかしたらね要注意かもしれません。ただね来年の3月まだまだ時間はあります。大丈夫です。なのでねまだ時間がありますからねそのうちヨガの教えに基づくその対処法もお知らせしますからもう安心してください。もう大丈夫です。もう安心してくださいね。本当です。本当大丈夫だと思いますから。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。せーの、オムシャンティ。